全切開と眼ん下垂でしばしば起きる予定外重線いわゆる見栄ですね、目的のラインの少し上に出てきてしまう症状なんですけどこれは解消できないと考えている方も多いんですが実はまあできると。 でえー、ただドクター選びを間違えると解消できない何、えー、でかというと専門の術式があってそれに対応しているかどうかっていうのが、まあ、見るべきポイントななのかなと思いますで今回はその予定外重権線が起きないように予防する方法とあとそもそも幅広負担にしづらいタイプの目ってどういう形なのかこれについて解説をしていきます。 じゃあ予定外受験生を修正する方法についてなんですけど大きくは2種類あります。え釣り上げ法法法とと袋閉じ法と言われる方法ですでこれは術後、えー、の検診とかで1週間後。 とかにまあこの予定外重権線が出そうだなと言われる見受けられる方は、まあ、こういった処置を追加で行うことがあるんですけれどもつり上げ法の場合は眉毛のとととこころから、えー、糸を通して引き上げるということですで二重幅が8ミリ以下ぐらいまででしたらこの方法が取られることも多いです。 一方で、まあ、デメリットがあって若干こう目が閉じづらくなるその固定する5日間ぐらいは目が閉じづらくなるというのがデメリットです。 一方で、まあ、袋閉じ法の方はですね1 0ミリ以上とか超幅広二重を作る時によく行われたりするんですけれども、えーまあ、こ,うこういった感じの青いところでこう糸を通してかけていくとで固定していくドクターによるんですけれども水平マットレス縫合と言われる、まあ、形成外科的な縫合を行うことが、えー、あります。 で、この動画ではですね再三形成外科の専門医がいいと言っているんですけれどもその理由として、まあ、包合の技術ってここれだけ多くあるとということですねで。形成外科は専門医がいいというのはまああの「方合の技術が高い」 そして解剖学的な知識があるということですので、まあ、それがないドクターと比べると、まあ、非常に有利に手術が進められたり傷跡がきれいに治ったりとか、まあ、いいことがたくさんあるので、えーまあ、おすすめしているということです。そ、はいえー、そもそもなんですけど幅広二重 まあよく予定外重撃戦とかハムメの原因になったりするんですが、えー、幅広二重を作りやすい目と作りづらい目って何かというと奥目か出目かこれの違いに尽きるんですね。で奥目というのは、 この眼球の周りを囲っている骨眼科,と言います眼科の骨ですね。これ眼科の骨が邪魔をしてこの赤い部分がの距離が二重幅ということになるので奥目の場合この骨が邪魔をして二重幅が短くなるとなりやすい。 で一方でデメの場合には眼球が前にあるので眼科の骨が幅を作る時にこう邪魔をしないなので二重幅が長く取れる例えば森田光さんや桜坂ですねあとトゥトワイスの通イさんなんかはまあ両方デメとその理由としては超幅広二重でそれでここの。 距離が長く取れているというのがま理由になります。まあ、こんな感じですね。出目の方っていうのは二重幅が長く取ることができるというのが特徴です。まあ、アジア人の場合はまこういった違いがあるということです。 で幅広二重にしづらいまぶたの特徴はこの骨格的な要素これはどうしようもないし変えられないんですけどその他のファクターに関しては変えられる可能性があるとでそれは皮膚の厚み脂肪の量とかですねあと眼輪筋とか、まあ、筋肉の厚みとか、まあ、それが厚ぼったいとやっぱり幅広にしづらいそして眼鏡虚筋が弱い方 目の開く力が弱い方はちょっと難しいということがあってこれらは全石灰なり眼ん下垂なりの手術で解消することができる可能性はありますのであのぜひ専門の外科医をですね受診されるといいと思います。なお具体的なメインのご紹介に関しては下の概要欄からご相談いただけますのでご希望の方は送っていただければと思います。今回は 骨格的な違い幅広負担しづらいしやすいという違いとあと予定外受験線の修正方法これについて解説をさせていただきましたごご聴ありがとうございました。